今回は龍が如く心極みの、なんですかね、実況というか喋りながらプレイしていこうと思っております。で、一応今回のその実況のデータには、一度クリアしたデータを使った強くてニューゲーム的なものになっています。まあ、その方が戦闘シーンが早めに終わってストーリーチェキチェキ見れるかななんて思ってます。始めましょう。オートセーブはオンでいいかな。はい。そうですね。オートセーブしてくれる。まあでもね、あんまり結構セーブ、普通のところで、そのイベント中とかでない限り見れるので、まあ、あんまりオートセーブ気にしなくていいです。僕はちょっとね、お恥ずかしながら日本史に疎いので、慶応ってどのくらいだったのかなと。ほう。なるほど。この3人で、あれですかね、新選組の討ち入りですか。坂本龍馬を撃った時ですかね。さすが、狂言。ここは私たちに任せて、君も行け。ここで主人公は坂本龍馬は上の階や。坂本龍馬を討ちに、そういうことです。雨の大宮、ここで外から見てる。始まったか。あれ、こいつら過去の龍が如くで見たことある人々ですね。山ちゃんの声がしました。ちょっと一人称視点でのあれですね。龍はちょっと珍しいですね。これが坂本龍馬？まあそれっぽいですけどね。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が、これも時代遅れの男に斬られ死ぬ。龍が如くにしかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになる。もう一人ってことは、なあ坂本龍馬さんよ。坂本、これ僕らが知ってる桐生ちゃんじゃないですか。なるほど。桐生さんが坂本龍馬として、坂本龍馬を斬ったっていう if のお話なんですね。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが幕末ですよね。静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し、幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。もうね、戦国時代が終わって、坂本龍馬ってこの声優さんは。
この沖田総司も完全狂犬の声優さんですね。山ちゃん、あんまり僕声優、本田雄一さん、へえ、あんまり僕声優さんそんなにたくさん知らないんですけど、それでもね、おって見覚えのある方はいますね。っていうかさすが、お、枠組みさん、ノラン製薬ですね。横村獅童、土方歳三、まあ、あれですね、新選組の話ですね。しかし、ほんと水面というか、もう綺麗ですね。お、大塚明夫さん、もうそれだけでちょっとね、惚れたくなりますよね。大塚明夫ボイス。そして、海を渡る桐生さん。ゼオーとか言うのかな。いよいよ始まりますか。やっぱり桐生さん、土佐の人なんですね。その田舎の風景、一年ぶり、どこから帰ってきたのかね。まったくじゃないと、いやー無事系じゃの。そういや、ちゃんと音のする方向に人いるというか、人のいる方向から音がする。坂本さん、誰、こんにちは。ああ、呼ばれた、はいはい。ちょっと小腹が空いてきたき。剣術修行、なるほどね。女子の尻ばかり追いかけ寄ったがないか、なるほどね。さあ、あんなにいそぐどこ行くがやろう。参拝、そうかね。そこ、もう今水と万能炭を持っていると、まあでもまだまだね、余裕があるので使わずにいましょうと。ここはなんか色違ってるけど入れない、まあいいか、後から入れるようになるでしょう。まあ基本みんな話せるんですね。まあいいや。さすが高画質というか、スチームの設定を最高画質に上げたので、結構綺麗ですね。一応ね、解像度は 2K というか、PS4 と同じなんですけど、レンダリングとかね、綺麗みたいですね。まあ、プレレンダのムービーのシーンでそれを語っても、どうしようもないんですけど。幼女が苦しんでおる。どうしたの？おつ、誰か、誰か、お医者様はいませんか？どういたがぜ、わしは医者じゃ、見せてみ。つい先ほどから急に腹を押さえて苦しみだして。こりゃいかん、盲腸かもしれんちや。盲腸か。盲腸？この時代の盲腸とか。腹の負が炎症を起こす病気じゃ。乱歩しか治せんしゃものじゃ。腹かけるしかないですよね。そんな。とにかく急いで運ぶがぜよ。おい、誰かこの子を運ぶの手伝ってくれんか。この頃外科手術ってあったんですかね。上司様じゃ！っていうタイミングで、悪そうなお侍さんが来ましたね。
こんないい時に、なんちゅうことぜよ。そっか。病気でも、頭下げないと、いけない。まあ、なんとなく先が見えてきましたよ。桐生さんの怒りゲージが溜まってる感じ。待て女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の子の病気に。おお、それで今すぐランボーイのところへ行かないと手遅れに。ですから、ここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよなあ。もう大変じゃ。もう面が悪そうです。げえわかりやすいな。アラノフの病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうこと。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪士のところに嫁ぎました。土佐はおかち王子が欲しい人を助け、こういう時には何よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。ああ、ついつい見入っちゃいました。この子の命より重いんですか。同志の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対。わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。刀手で掴んどる。指落ちるわ。いちいち俺を苛立たせる。何んぜよ恩師。土佐藩豪士坂本龍馬。豪士じゃと。坂本龍馬。豪士の分際で御社。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。御社、こうするしかねえんだよ。強いのかもしれないけど、その子の命を助けたいのならな。まあ、ありがとうございます。ご神ごときがどうなるか分かっちゅうか。上司様に刃を向けたりはしない。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼け払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。桐生さん、原稿でいくか。女を殴った報いを受けさせてやる。刀持ちの知識が。原稿かかってこい。ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。桐生さん、目つき怖いわ。桐生さん、土佐藩上司。ジャイアントスイング。そうか、チュートリアルだから、これを守らないと先に下がらないと。
地面のこの泥の感じとかね、リアルでいいですね。えらいことぜよ。ほんまにやってしもうたちや、あの兄ちゃん。答えな。俺だって分かってるさ。答えなくて。この土佐で上司に逆らったらどうなるかなんてこと。方言なんでしょうけど。何のことか分かんないですね。ここにいる誰よ。ずっとな。何事だ。これで捕らえられるちゅうことか。いきなりの全裸。あ、一応ふんどしはしてた。なるほど。ふんどしは流されてる。江戸から土佐に戻ってそうして、なんであんな真似をした。あ、どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。あ、いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐。すごい、なんか今の人の鼻の頭のテクスチャーとかすごいリアルで。理由が何であろうが、相手が女の子だろうが、まあ、若干上司に逆らえば罪になる。日本人というよりは韓国っぽい。江戸時代金の修行したそうだね。それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり。お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。ここからどうやって脱出したんだろう。苦しくないのか。何と言った。あんたも俺と同じ殺しだろ。こうしてだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。一緒にするな。俺は白札合社だ。申し事来て分別に語るんじゃない。一個くらいが上ってこと。お前ら奉仕は道端の石と同じだ。蹴られても捨てられても文句は言わない。そこまでだ。いい声してるな。お前が言うところの石を蹴れる側の人だ。何？まさか江戸に追わす山内陽道の懐の中とでも言えば分かる。吉田東洋。賛成、吉田東洋様。悪いがこの石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですが、しかしわしがこの土佐で最も厳しい。ヒゲの表現とかすごいな。知らぬわけではあるまい。それはもちろん。ちょっと肌の汚れ方とか。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ。うん、この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、兄息子。息子？それにしても、随分丹念に痛めつけられたようだな。おやさん。おい。何も言うな。今他の老番に見つかったことが大事だ。育ての親ってことか。今すぐ着替えてここを出ろ。でもどうやって。心配ない、出口まで人払いしてやる。短い時間。まあ龍が如くのね、本筋でも桐生さんはこう。詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹ごしらえでもして
ヤクザに、ね、育ててもらってヤクザの道に入るわけですから、うん、忘れたのか。その親父的なポジション、私たちが何年も暮らした塾のことを。江戸の一年ってな、ずいぶん長いらしい。場所は町のやつにでも聞け。剣護士塾と聞けばわかる。わかった。一年間で町の配置がわからなくなる桐生さん。まあね、記憶喪失設定の方が、まあどっかでしても来るかと。マップ？これでマップを開いて、ここが目的地だけど、ここは飲食店、ここはよろず屋とか、ここなんだ。ああ、さっきの荷物預け所か。壺。ほう、壺を勝手に探っていいと。まあ道端にある宝箱みたいなもんですかね。ほう、あ、いいですね、傷薬。あれ、さっきこの辺に、これが飲食店か。お兄さん、こんにちは。え？ん？鉄くず。じゃあ水飲んでみるとしますか。いらっしゃいませ。金どのぐらいのかな。ああ、そうだ、2週目だから結構あるんであった。結構買えるね。じゃあ5匹ぐらいずつ買うかな。で、こうやって、はい、ありがとうございました。どうも。この声かわいい。いらっしゃいませ。傷薬っつうか、どれか。じゃあこのぐらい買っとく。ありがとうございました。また寄ってってよ。ここはな、調子はどうで。よいしょ。じゃあこれ目的地が右下のレーダーの中に入るとピキーンっていう音がするんですね。また次の時間に。いらっしゃいませ。ほうほうほう、全部頼んじゃうってのもあり。まあ、お金あるしね。食っちゃおう。いい味だ。ありがとうございました。で、ん？誰か俺のことを、ああ、まあ理解者もいるっちゅうことですか。
土佐勤王党竹津先生。なるほど。場所を聞かないと。この人知ってる？いらっしゃいませ。知ってなかった。他にちょっと話しかけられる人はとは、まあせっかくなんで私から。ほう。巻き割り。いいっすよ。タイミングよく振り上げて力が入ると炎が光る。なるほどね。はいはい。割る、やめる、はいはい、これね、これね、もっと早めか。短いというか、だんだん速くなってるもんね。ああ、これで何本切れたかっていうのがミニゲームですね。初めてでーす。お金もろた。はーい。いやいや、結局、ん？うん。もうちょい良かったね、治ってね。気ぃつけてくれよ。ここは行けないと。しかしなんか訓練場はどこにあるのかが分かんないから、人に聞かないと。ちゃんと前見ろや。出してっかな。知らねえか。まあいいや。宝箱だけいただいていくぜ。読み書きくらいはできて当然じゃ。吹き出しの出る人いたいた。人も知らんか。うん？坂本龍馬。名前バレバレ。おお、あれか。上司様から消される指令が出てた。これもまた今度は回避。よし。あ、回避するか。あ、またないな。あ、
見えた。受け流し。これか。難しい。そうか、やっぱ向きも必要なのか。行って。早すぎた。ああ、なかなか上段と中段とでタイミングが違うな。これ難しくね。よっしゃ。ここ変えてみてください。強調していくか。あれこれ拾う、今拾うって出てたから、判定が旅じゃなくて本当だったのかな、拾えるって出てたのが。覚えてろよみたいな感じになりましたね。で、レベルアップ、なるほど、レベルアップね。まあつってもね、僕は結構もうレベルアップはしちゃってるので、まあよしとしましょう。行くんだよ。いらっしゃいませ。まあ店の女子は店のことしか分かりませんが、誰か吹き出し、うん、お店じゃない人で吹き出しが出てる人は、ねえ、危なかったわ。お兄さん元気かい？元気だよ。店に寄って行ってよ。いや、行っちゃおうかな。入れねえさ。置物が。あれ？なんかいつの間にか赤い目的地が設定されて、フラグが立ったっていうことですかね。どれをこうたち満足で。ミントそうかもしれんで。あんな可愛い声かけられたら、そりゃ寄りたくもなりますが、売れる店が少ない。あ、ここじゃない？ここ？あー、あの裏側か。ここじゃない？ちょっとマップを見間違えました。ここじゃない。どこから入るのか。なんかね、セレのところの裏から入る感じだったし、いろいろとね、竜がもっと踏襲してる感じがしますね。よし、ここかな。猫かわいい。蜘蛛の巣張ってる割には余裕。高知城で隠し気張った連中と飲む酒がまずくてな。酒はここで飲むに限り。おやさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれない、数年ぶりに飲まないか。とさのつる、せっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ少年は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とだ。まったく相変わらずだ、お前さんは。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かった、土佐の階級意識の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。あんなことをして大丈夫？お前を逃がしたから。やつは土佐の賛成なんだ。まあとはいえね、それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ
リョーマを殺されちゃうし、あそこで土佐の偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。そうやって権力にこびるような奴は大した度胸もねえさ。なるほどね。そういうのか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえる奴の方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。だが俺にとっては自分の家も同然だ。自分で住んでた家、思い出す。1年離れただけで忘れるって、もう10年以上かな。ああ。上司に身内を殺され、行く当てを失った子供たち、お前もその一人だった。やっぱり桐生さんにリアル実の両親はいなかったと。私はそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。犯人は内緒でな。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあどうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは父さんが大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の3階級が存在する。一応合子と武士、土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。だが本来武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間、差なんてねえんだ。だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ、階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。そうだね。わしは土佐を変えられる人間となる。土佐を誰よりも愛し、土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだ。なるほど。お前は15年前上司に家を焼き、実の親兄弟を失った。お前は土佐を変えたいと願っているはずだ。おやさん、ん？じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているの？藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのか？そうだ、わしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはな。うん、龍馬、竹地にはもう会ったか？兄弟に？いや、まだ。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。ああ、土佐勤王党という組織を作らせる。ああ、さっきの話か。土佐勤王党。
島の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名。名目上勤王とは謳っているが、その思いは一つ。土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だ。それじゃ、勤王党の敵は土佐藩ということか。わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。なるほど。壊す。そうだ。わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、武市半兵太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、武市に会いに行く。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は武市にあって直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。兄弟はどこにいる。町で土佐勤王党の武市といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかは分からないな。またお使いですかね、話しかけて。さて、吹き出しの出る男の人、男の人に限らないけど、竹市道場、北東にある屋敷に、北東、ここを曲がるのか。会う方法ってどういうこと？そんな話しちゃダメなのか。じゃあどうするかな。なんか女性がいる。ほうほう。ああ、よかったね、娘さん。さて、この後どうするかな。いけないと。コテコテコしてんの大丈夫？土佐勤王党、はは。いい剣バトルの開始ですね。さっきまで原骨で戦ってたから、今度はちゃんと剣で。
こは死にますな。ルワンで防御しないと進まないのか。よかった。ああ、防御です。なんで急に、なるほど。ヒートアクション、なるほど。ヒートアクション、なるほど。かくまうん、ああ、まで行ったんだけど断られたんだよね。なんかフラグでも立ったかなといいんだけど。おっ、島田洋平。ほうほう、と先の後完全にフラグが立ちましたな。よし。いつか痛いね。じゃあ行きませんか。ようやく中へ。いきなり肌が。構え！先の音って剣じゃなくて拳銃のトレーニング？やっと戻ってきやがった。ヨーマ。あの、武市先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らによく話して聞かしている。俺の唯一無二の兄弟分であり、土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐金の子。何やらかしてきたんだ。気づかれてじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋の屋さんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。ローマはこの一年江戸へ剣術修行に行っている。背中のやけどすごいな。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？
こへ行ったからいきなり大遺跡幹部のさらに上じゃちゅうことですか。ヒットインスールいた時の連中の反応最近は金融党も妙に堅苦しい組織になってきちまう。んこれいい起爆剤になったろうぜ。何をしてる高3の連中からはあまりよく思われない。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのが固まっちまったらしまいだ。確かに。あ、そうか、拳銃の掃除してんのか。まあそうだ。タバコ吸ってんのかと思ったけど、まあ加熱式タバコなんかねこの時代にはあるわけがないので。まだ痛むのか背中。うん、おお、これか。いや痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるかな。すまねえ兄弟。謝んの？もう謝んのって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今昨日のことのようにも思い出す。かばって火傷を負ったんですかね。まあ、忘れたって忘れられねえか。火つけられた時のことか。上司による焼き落ち。目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかった。俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのが上司だ。龍馬、俺とおやっさんは小佐川を変えるつもりだ。当然お前にも力がある。話を聞いて実践だ。何をするか。土佐藩の前主高知城の襲撃戦です。古今の弟の党員500人でな。500人でしろね。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出せるのもあるはずだ。城を包囲したら金の堂の確保が藩の上層部に伝わればいい。その上で上様は城を封じる老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒んだ当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に金の堂が座る。すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司に君たちの危ないの浅はさに気づく。ガチガチに固まっちゃった土佐藩の身分制度を壊すのはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。まあ分かるは分かるけど、東北に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は大事。まあね、変わらなければならないと考えるようになる。そうだ。豊のおやつさんは剣後四軸を開いているときこのことを考える。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。
人とも同じメニューじゃなかった。そうだったのか。だからもう剣が役立つこともなさそうだね。どうしてだ。きっと剣で人を切るという時代は終わるんだ。実際さっきお前もピストルの練習をさせていたか。いやそれは、この後の連中には剣の才がないだろう。剣はいくら教えても才能がなければうまくない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等なんかならない。才能があるものというのも、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だけど俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに感覚がない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。大事大事大事。お前も持っといてくれ、銀の乙女一員として。お、いいんすか。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れた。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王と俺と一緒に支えてくれ。ここまで言われちゃね、受けざるを得ないね。ああ、分かった。そうだ、よし。実はな、今晩高知城で東洋のおやつさんと今後の話をすることになった。一緒に行かないか。そんなに大っぴらになって大丈夫だ。何、高知城の陸は安さんの禁止が招き入れるとなったはずになったら大丈夫だ。そうか。それじゃあ、あの音で少し時間を潰してくれ。俺もすぐ支度しておく。いろいろもらったね。酒でも飲んで時間を潰すか。酒もあるな。ここだ。そこか。はいはい。おお、坂本さん。ね？か呼んだ。この人か。ああ、さっき声かけてくれた人ね。まだの。はいはい。ここの店。どうやろうか。寄っていっかい。いらっしゃいませ。酒か。いやー、じゃあ土佐。土佐足。ほっほっ。ありがとうございました。はいはい。また追ってか。ほう。もう、なるほどね。
遠距離、射撃基準で防御。ははは。どけ。これ追い込みやかこの。ああ、そうか。ランチ型まるまるまるほんほんほんうーオッケーん連続級のこれで最後あ、なるほどどうしよう、戻りますか。次々取り囲まれますな。俺に何か言う。ん？誰か特別な人？坂本龍馬の中だ。おお、かっけえ目を見つけましたね。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。見るからに悪そう。そうね。伊蔵。この男がさっき話した男じゃ。大体先生はこいつがいきなり金の塔の筆頭言うがじゃ。塔結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は塔の大二席。おいたらいぞ。おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。おお、いきなり泣くか。仲間なのに。金の塔ってのは同志にも剣を向けるか。誰もおまんのことを同志と認めちゃらんですよ。坂本、伊蔵は金の塔一の剣客じゃ。一刀言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵。なんかなんぼれもんじゃい。バグってましたね。抜かんでも切る。なるほど。覚悟決め。抜かずにも切るか。どうやら。お前には手抜く必要がねえようだな。サクッと倒せましたね。おい、伊蔵とか言ったな。お前は確かに強い。だ人が切りたくて金の塔にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。武智の兄弟が作った金の塔はそういう組織だ。党内の仲間にきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になる。
日本刀で切って血も出ずにで峰打ちですかね、お互い世話かけたな。見てたのか。なあ、1年前より確実に強くなったな。どうなってんだあの連中は。勤労党の名がなくぜ。あれが土佐合衆の現実なんだよ。現実どうしても身分が理由でろくな教育も受けられない。まだ申し訳もありません。そんな彼らにとって勤労党は唯一の希望である。ここに困ってだからいきなり筆頭になった俺をやったんだって。許してやってくれ。彼らの心差しはだから我は連中を勤労党に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだな。未来じゃあそのためにもさっさと小座の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないと。まあね、ああ難しい話は分かるだが一つだけ分かったことがある。なんだ。父さん、勤労党も、そして俺もまだまだ半端もんだってこと。よし、それじゃあヤスさんのところに行く。もう準備はいいか。OK。じゃあ行こう。行きますか。後ろは俺が案内しよう。ついてきてくれ。はーい。ゆっくり歩きたい。江戸での修行はどうだった。ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。うん。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕当てにしてるぜ。任しとき。なあ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか。あのぞ。そういやお前と表して歩くのも久々だな。昔もしかして今界隈っ子キャンセルしちゃいましたかね。はこの先だ。ぶつかったせいで会話が止まったのかななんて。あ、ずいぶんいきなり夜になって。アンペーター、どうした。リョーマ、城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、どうしようもそうだ。俺もまだ数えるぐらいしか来たことはねえ。鳥山、これ裸足で外歩いてたのかね。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、龍馬。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合衆に合衆。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるため。アイさん、金の図はもう統治上公演の準備はできています。いつも話しません。わしは気が短いんだな。明日だ。そこで全て型をつける。随分急だ。急だと馬鹿を言うな。私たちがお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだ。そういうことだ。明朝、勤労党は500人全員を護送させて城を囲む。上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付ける。その後、
城の中のことはこの場所に任せてくれ。そんなに簡単に行くのよ。言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただしその前に一つだけ気がかりなことがある。気がかり？なんだ。リュウ、お前土佐金剛島の筆頭になったそうだな。ええ、なりました。そうだ。なんて筆頭に任命したのはお前か。そうです。何か問題でも？この計画が成功し老人たちが消えた後、金の塔は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は金の塔の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。何を言い出すんですか、お前さん。前から俺と龍馬とおやすさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに、その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はない。筆頭にふさわしくないってんならいつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。さあ、どういうつもりなんですか。二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えはだが、忍者どう間に合わないほど早い。おやすさん、腕ガードが死ぬ。おやすさん、バカな。くそ、龍馬、お前おやすさん頼む。すごい、おやすさんの顔のテカリとかあったのかも。すごい再現ですね。逃げろ。このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまう。父さんは、未来はお前に託した。展開が龍が如くワンみたいな感じですね。おやすさん、よ、吉田様。おまんは、おまんが吉田様を。乗れ、切れ、この者を切り捨て。言い訳もしないっていう。ここが戦闘なんだ。そっか。ここか。これ拳銃使った方が早そうだな。もういない。曲がり角にいるのはちょっとあれだな。怖い。何？鉄砲隊。おお、 QT いきなり来ると反応が難しい。
アイテム。フズンフットかな。よっ。シールド持ちのやつは剣で殺すと。あれ、アイテムいただいてきやすよ。ん？ここ？ここは出る。QT 怖いな。ていうか忍者、忍者杖。くそ。キリュウさんのひげなかなか高解像度ですごいですね。すまねえ、俺としたことが。そんなことより怪我は。骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。それより、おやさんはどうなんだ。いや、もう今日一体何が、あの覆面の男は誰なんだ。わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていた。その可能性は高い。あの資格を受けたのは俺らの検査で知った半老寺連中の誰かだろう。ただ奴さんが殺された今、さあ、あとは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが今日だ、俺はあの覆面の男を追う。
何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやっさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのまま俺は犯人にする。それの連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでどの道を追われる身だってことだ。龍馬、相変わらず桐生さんは誤解されて追われる身になる。とにかく城を出よう。早いとこ城下からも抜けねえと。お手に捕まる。壮絶な導入ですね。残れるんだな。さあ兄弟、東洋のやさは死んだが金の音は死んじゃいねえ。土佐を変えるには俺かお前どちらかが生き残って金の音を率いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げられて龍馬、ごとごと一見じゃねえ。そういうことも答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならない。俺一人だった。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟の勤労党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。父さん、おやっさんの意思をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、桐生さん逃げない。おい龍馬、お前どうする気だ。おい、すげえ武将髭の生え方がリアル。吉田東洋様を殺した男やな。死に許せ。まあここで反撃したら認めるような。世の人は我を何とも言わば言え。我がなすこと我のみぞ知る。何やってんだ。天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様だが、あんたらにそれを信じてもらおうとも思わぬ。だから
だからだから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ土佐ん兄弟たちよ、また会いたじゃ。会いた。うわ高さ結構あるね。ここまでですね。とりあえず一旦これで中断します。